お前ら見ねえ顔だな。不審者はぶっ殺さねえと。この町も剣王軍が支配してるみたいだぞ。こんな男は目障りだな。やっちまいましょう。こんなデクノボブスーッと行きましょうぜ。ひどい。寄ってたかってあの大きな人を。ケン、お願い、助けてあげて。山が動いた。ならばこの風も動かねばなるまい。これは五車星の一人、風のヒューイ。五車星はなんと極星の守護星。天を平定するは我らがなんと六星圏最後の将。そうか、ついに動き出したか。なんと六星圏最後の戦士。我が母星、なんと脅かす北斗の試験。今消滅する時が来たのだ。そんなやわな剣ではこの体に傷一つつけることはできぬ。動いたのはケンシロウだけではない。なんと最後のショーもまた動いた。五者の星は風、運、変、山、海。次に僕は山か炎か。ひでえことしやがる。あいつの仕業か。おお、
なんだこそ、撃ち殺されてえのか。貴様、許さん。この男、剣法。私は五射星の一星、山の九段。我がある日、なんと六星剣最後の章があなたをお待ちです。なぜ、なんと最後の章がこの俺を。我が章、永遠の光のために。その光のために、我ら五射の星は天を舞い死をかけます。そしてそのためなら、五射の星は粉塵に砕け散っても本望。剣王、よくも我が帝政を。俺は主の軍団を率いる五射星の一人、炎の修練。炎、動いたのはウヌだけか。いいや、山はすでに動いている。ケンシロウのもとに。この剣王と同じく、ケンシロウは倒せぬぞ。倒すのは貴様一人だ、剣王。なんと北斗は表裏一体。真の天下平定は、両者一体となった時に初めて成就する。なんと六星剣最後の章は、この剣王よりケンシロウを選んだのか。野望と共に這い止まれ、剣王。奴の行進は、この俺の命で食い止める。剣王、貴様はここでこの炎と共に焼け死ぬのだ。貴様、なぜこれほどの執念を。我が将の永遠の光、剣士郎ならば光輝く。剣王、貴様が前に立てば、我が将の星は涙に暮れる。そうか、だがその程度の炎では、俺の野望を灰にすることはできない。この剣王よりケンシロウを選んだ、なんと六星最後の章。どうしても会いたくなったわ。ケンシロウを止め、剣王配下の最強部隊を差し向けるのだ。シュレン、ヒュイ、お前たちの死は決して無駄にはせん。今の剣王の意志は。今の不動様より一足早く。このままでは先に剣王が我らの将に。お前たちはギューザを探してくれ。剣王の足を止めるのは雲のギューザしかおらぬ。さあ急ぎましょう、我らの将のもとへ。岩でも崩れてきたら一発であの世行きだぜ。大丈夫、皆さんはこの不動がお守りします。敵がいるようだ。ここから先へは行かさぬ。我ら剣王軍の死の特攻を食らうがいいわ。不動、二人と共に下がっている。
でない。不動の使いが従者という男のもとに、はっ、もしその男が俺の知っている従者であれば、その男は動かぬ。ゲー、新手だ。新手の剣王の部隊がこっちに向かって。剣王め、数に任せて我々を止めようと。ケンシロウさん、もう私に任せてください。あなたは一刻も早く将の居城へ。なぜこれほどの犠牲を払ってまで俺を将に会わせようとする。言ったはずです。我が将永遠の光のためにも、あなたに会えばあのお方の悲しみに沈んだ顔が微笑みに変わりましょう。そしてあなたの宿命の旅も、そこで終止符が打たれるかもしれません。何？私とバットは大丈夫。きっと深いわけがあるのよ。お願い、不動さんの言うことを聞いてあげて。リン、タナ、不動、さあ後ろへ下がっていて。Roar!
け。剣豪様の命は絶対、剣士郎は殺さねばならぬ。我が将の永遠の光のため、剣士郎さんの邪魔をさせる。どうです、冗談ばかりでしょう。これだけかっさらうのには苦労しましたよ。雨か。ガマガエルにかけちまったようだな。女はこの銃座がもらうぜ。銃座、女だけじゃねえ、この男が通った後は草一本残っちゃいねえという。おお、分かってるじゃねえか。だが一つ忘れてるぜ。稀に見る美男子ってことをな。このまま地面に叩き伏せてくれるわ。ああ、じっとしていれば良いものを。甘いよ。まだ手向かう奴はいるか。いやいや、どうぞどうぞ。お利口だ。不動の手下じゃねえか。どうした。何とぞ、何とぞ不動様の願いを。一目だけでも、なんと六世最後の勝利おめでとうりを。勝利、やなこった。俺は誰にも縛られねえ、誰の命令も聞かねえ。俺はあの雲のように自由気ままに生きる。見ろこの美しい女たちよ。俺はこうやって毎日楽しく遊んで暮らす。獣座様、やはりあなた様はまだあのお方のこと。どんなに獣座様が無頼を装ってあのお方を忘れようとする悲しい行動に見えまする。忘れい、そのことを忘れねばうぬらをこの場で叩き殺す。あいつか、我が村で暴れるバカ者は。今俺は虫の居所が悪い。手を出せば死ぬぞ。何をヘラヘラ笑ってやがるクソ野郎。やるなら来い、まとめて墓場に放り込んでやるぜ。ほらよ。はっ。俺たちもまとめて墓場に放り込んで。ほらよ、こんなタラシが。大口叩いて後悔してんじゃねえか。泣いて土下座すれ許してやるぜ坊主。うるせえハエどもが、そんなに死にてえのか。まだ行く。Ha!
が過ぎるぜ坊主、心でお仕置きしてやらねえとな。はっ、生きていた奴はいねえ。ほらよ、さっきの姉ちゃんたちと飲み直しだ。やはり従者様の力は必要だが、一体どうしたら。従者の才よ、この剣豪の手をもってしても倒すのは容易ではない。だが従者は動かぬ。あの男が幼い時より妹のように可愛がり育てた女、そしてその女は美しく成長した。貴様がいくら思い慕ったところでその願いだけは叶わぬ。そんなバカな。よいな、従者、あの女はお前の母違いの妹。妹。そして女はケンシロウのもとに走った。その女の名はユリア。しかしなぜあれほど五車星の男たちは俺の行く手を遮ろうと必死に。謎がある。ますます会ってみたくなった。なんと最後の勝負。不動の部下、この俺に薬を持ったな。お許しくだされ。これしか従者様を我らが将の前にお連れする方法が。何となったのか。よかろう、この雲の従者の命あんたにくれてやる。礼を申します。従者様、不動の軍が剣王の元までお供します。ああ、頼む。俺の剣にはもう一点の曇りもねえ。あの敵どこかで見たって姿。あの剣法自慢の子分だ。勝てるか。じゃあ試して。これが来るといいな。まだ行く。なんと強さだ。見つけた男とは思えぬ。
放り込んでやるぜ。奴のことだったか。だがなぜ動いた。すでにこの世に己の心を捨て去った男が。ケンシロウ、おい、近くにいるはずだ。させるか。我らが将のため、貴様らは命に変えても止めてみせる。助けてやる。雲ゆえの気まぐれ。ジューザ様、おりゃー、ご努力感謝いたします。ほらよ、墓場に放り込んでやる。おりゃいささかも衰えてはおらぬようだな。我が将のためにこの場に剣を、お前を葬ろう。従者よ、この世の覇者の剣、死での土産に持っていくがいい。ねえ、剣王様のあの構えを見ても、一向に怯えぬ。それどころか無防備に間合いに。下流添付の際に裏打ちされた荒ぶる剣に恐怖はないというか。その通り。そして誰にも読めぬ。いいか、さすがだラオウ。他の男なら最初の一撃で死んでいる。これほど変幻自在の蹴り、見たこともないわ。だがウヌの剣には弱点がある。下流は甲において意を発する。種に転じて意を失う。貴様はまだ秘剣を隠しておる。試してみよう、その秘剣を。俺の剣は邪剣ゆえ、種明かしは一回きりよ。国王、沈まねえ。ラオウ、貴
様の足を奪った。俺はまだ死なぬ。生きていてこそ楽しみはある。ナオ、これでも食らえ。ハハハ、これが蜘蛛の十座の生き方よ。俺は何日奴を止めればいい。2日止めればよいでしょう。やはりこの命捨てねばならない。十座様、ケンシロウ様は単独城に向かっております。このままなら剣王より一歩先に。ならば行ってケンシロウを案内するという。俺についている必要はない。ケンシロウ、同じ女を愛した恋敵がどれほど成長したか、この目で見てやれば。捕まえちゃうぞ。誰か助けて。なんだてめえは、俺たちに立てつく気か。居城までご案内します。お前は不動様の息子じゃないか。どうした、一体何があった。心優しき不動様は、捨てられた子供たちを全て自分の子として育てられているのです。お願い、不動の父さんを助けて。剣王軍がお兄ちゃんたちを勇者の中に。父さんはそれを救おうとして。残酷ですが、将と会うことが最優先です。我が将の涙を止められるのはあなただけ。いや、不動を救う。将の涙もこの子の涙も違いはない。
草の恐怖は知っていよう。足を踏み入れたが最後、脱出は不可能。中心に引き込まれ、やがて死に至る。せいぜいもがき苦しむがいい。300kg の巨体、やすやすと上がるものか。そしてガキを助けるには竜砂の外に投げるしかない。だが一瞬にして串刺しよ。このまま死なせはせん。金次郎さん、受け取って。こしゃくな、撃て撃て。クド、しっかり捕まっていろ。この傷の痛みは一瞬だが、お前の死の痛みは一生残る。源四郎さん。バカな男だ、わざわざ戻ってくるとはな。これでこっちの思うツボよ。剣王様の敵、剣士郎を抹殺せよ。している暇はない。早くかかってこい。なんだバカな。お前は死ぬ。この人は
強く、そして温かい。このジューザ、負けたわ。ケンシロウ、さすがにユリアが愛した男よ。行け、主の元に戻るがいい。血を捨てに戻ったか。俺は寂しがり屋でな、貴様を道連れにしている。久しぶりにヒリヒリしよう。ウヌの秘剣、この目で確かめてやるわ。元より秘剣なくして貴様を止めることはできぬ。ダノ剣の神髄、その目に焼き付けておくがいい。おい、ジューザ、この剣王が叩き潰してくれるわ。ガノ剣の神髄は排水、防具があってはそこに油断、甘えが生ずる。ラオイ、聖かしかどちらかしかない。排水の剣の意は貴様が一番知っていよう。ジューザ、自ら命を懸け救祖と化したか。だがネズミに獅子は倒せぬ。戦がお前の非奥義と見た。最後の種明かしも貴様には一瞬にして見破られてしまったようなんだ。さすがだな、この方をついて致命の一撃をかわすとは。そこは共鳴という飛行、もはやこれまでだ。ジューザ、その手は崩れ去る。あれが私の村です。子供たちを下ろして
ショウのところまですぐ。不動の父さん、おかえり父ちゃん。さあケンシロウさん、参りましょう。お前を連れて行くわけにはいかぬ。この子たちにはお前しかいない。しかし、お前は死んではならぬ男よ。面目ない。もはや隠すこともあるまい。なんと最後の章の正体教えてくれぬか。さあ撃ってこい、ラオウ。章、あんたに会った時からこの命ないものと思っていた。もらっていくぞ。ウヌは己の命を腕一本と引き換えにする気か。あと一息だ、持ってくれ。貴様のその執念、いえ、なんと六聖剣最後の章とは何者か。誰が言うか。知れば疾風となって章のもとへ走る。剣を握った貴様が最後に望むものが我が将。今日まで我が将の正体を覆い隠しておりました。その理由は一つ、野望の暴挙勢剣王の耳に入るのを防がんがため。我が将は女性にございます。女？さよ。なんと六聖剣最後の章はあなたが愛したユリア様でございます。あとひとひねりで貴様の腕は砕け折れる。ジューザ、ウヌは剣王の力を見誤った。剣王の肉体は砕けぬ、折れぬ、朽ちぬ。飛行カイアモン店長、もはや意志とは関係なく貴様は口を割る。さあ答えよジューザ、ショーとは誰か。誰が逆らおうとすればその肉体は毛根に至るまで血を吹き出して崩壊する。いや、そうだ、言ってしまえジューザー。石で動く。ざまあ見たか、ラオ。俺は最後の最後まで雲の十座。敵ながら見事であった、十座。ここに葬ってやろうというのか。
攻めはせぬ。この剣王以外、ウヌが唯一その背を許した男の死、その気持ちもわかる。雲の従者の霊、丁重に葬れ。従者よ、ウヌが語らずとも、その清潔な死が俺に将の正体を悟らせてくれたわ。走れ国王、将のもとへ。はやー。